さあ、それでですね、僕、一応、はい、映画、ドラマ、アニメと選んで、はい、最後に YouTube のセレクトをいくつか上げるんです。あ、そうだったんですね。素晴らしい。はい。で、YouTube のおすすめがこの2つです。ああ、やっぱり来ましたね、外録。外録チャンネルってね、これね、テレビのバラエティ畑のディレクター、三谷さんっていうのかな、三谷三四郎さんっていう人が、あの、街にカメラ1個持って行って、街角で、はい、自分がこの人いいな、面白いなって人にインタビューするっていうだけの番組なの。で、当然あの、バラエティ畑で仕事をしていたんで、東野さんとかさ、著名人も入ってるんですよね、たぶん。ジュニアさんも入ってる。そうそう、ジュニアさんとかが出てくるんだけど、ただあの、話を聞いてると、今テレビのディレクターやってて、何にも面白くないんだって。で、本当に仕事がつまんなくなっちゃって、だったらもう俺一人で好き勝手なことをやるって言ってこれ始めたんだよね。あ、上優氏がいますね。あ、上優さんも言う。本当だ。これはね、だからすごい変わった。例えば、20代ずっと刑務所に入ってたやつとか、ずっと体を打ってた女の子とか、そんなのもね、普通の人のインタビューもいっぱい入ってんの。めっちゃ面白い。だから言ってみれば、YouTube で、あの、スターズターケルの、そうですね。いろんな人のきっかけみたいなのを映像でやってるって感じなんだけど、確かにそう。面白いんだよね。このまた、このサムネイルがいいですね。なんか週刊誌っぽくて。週刊誌っぽい。そうそうそう。うん、いやー、だからやっぱり今、一人で個人で突破するっていうのがいいんじゃない、うん、しかも、うん、ね、まあもちろんそのイラさんおっしゃるように企画力とか、まさにプロだから、うん、当然そこが大きいと思うんですけど、でもある意味ね、その、普通の人にインタビューするっていうもので、うん、なんて言うんだろう。ひねりにひねってるわけじゃないじゃないですか。うん。でもその人の魅力はスーパーガイドに出てくるよね。そうだし、うん、やっぱりその切り方とか、うん、まあ、イラさんが普段おっしゃるセンスというか、うん、なんかそこで勝負して、それで普通に、まあ、回数が全てじゃないとはいえ、うん、これだけの人に登録されて何十万回見られるっていうのは、うん、だから、なんかね、さっきの日本の作品の話じゃないですけど、まあ逆に見る人は見てるから、こういう、例えばものは絶対ダメとか、こういうものが絶対受けるっていうのは、うん、よくもなくもやっぱりまだまだないんだなと。いい。ある。それはある。でさ、洋平くんと僕で昔話してたさ、こういうのやりたいよねって言ってる仕事の一つだよね。ああ、そうですね。本当そうですね。普通の人の話を聞いて、それをちゃんと取っておく、記録しておくっていうさ、うんうんうん、オーラルビジュアルヒストリーっていうかね。そうそうそう。うん、ただまあ、イラさんおっしゃったように、その要所要所にとはいえ、ちょっとバズらせるような、いろんな、まあ、ある意味その芸能人の人入れたりとか、なんかその辺の塩梅はやっぱさ、まあ、テレビの人だなっていうのはありますよね。うん、でも、これやれたら楽しくてしょうがないよね。いやと思いますよ。しかも一人でやってますよ、多分基本。うん、そして、YouTube のおすすめ、第2つ目がですね、はい、これも共有できるかな。出します。中山浩太の芸人やめてな。あ、見ましたよ。これでめっちゃ面白かったでしょ。中山浩太さんって R1 でグランプリ取ってるんだけど、ピン芸人として、最近なんかもう全然食べられなくて。で、芸人やめてな、いいな、YouTuber は、インスタグラマーは、あんなことやってて金になってっていうのを、皮肉な替え歌にしてるんだよね。いっぱいありますね、このシリーズ全部、ね。1個1分なんだけど、もう、取り上げるのがめちゃめちゃよくない。うん。すごい。インスタグラマーになりてえなとかいう歌もすごいもんね。芸人。自分のこうなんでしょう、羨ましいっていう気持ちを歌にしてるみたいな感じなんですかね。いや、こういう違う。ちょっとね、そういうふうなふりをしてるんだけど、実はもうめちゃめちゃディスってるの。そう、ディスってる。そうなんだ。プロゲーマーになりてえなとかは、腰にすごくいい椅子に座って一日遊ぶだけとかさ、そういう歌詞なの。なんかもう肩決めてね。そう、時代の運にうまく乗れた勝ち組の引きこもりとかさ、そういう動き方するんだよね。才能あるわ。だからもうこれ見つけたしさ、20本全部見て大笑いしたんだもん。自己啓発のなんかもありますね。そう、自己啓発本書きてえなとかね。そう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 。あの、中身薄っぺらなのに2000円とかさ。そうそう。前書きで不安を煽るなんとか。あと、あの、ミニマリストの、ミニマリストね。ありますね。はいはい。うん、ミニマリストの本は8割ただストレム繰り返し。ああ、そうそう。とかさ。いいなぁ。いや、いいよ。こんな皮肉な。よう斜めに見ているいいやついないよね。うん、何者なんでしょうね、この中山浩太さんって。そのピン芸人って R1 っていうのはあれですけど、うん、なんかどっかの事務所に所属してたりとかするの。あ、吉本の人だよ、この人。まあ、してるだろうね。あ、吉本の人なんですね。うん、へえ。なんかこのイラさんが今言って、
ってくださった芸人やめてーなのこのサムネイルとこの衣装のイメージしかないから一瞬このトップページで これ本人のページって分かんなかったですね、うん、普段の、うん、確かにだからちゃんと作り込んでやってんだよね、うん、もう売れない演歌歌手の役を作った上で、うん、芸人だの歌手だのやめてーなっていうので、うん、あのひたすら歌っていくっていう、うん、ただ一番キレてるのは YouTuber とか Instagramer とか、うんうん、ネット系のなんか、あぶく銭を稼いでる人をディスる回が一番面白い。なので、これを見て、なんだろうと思った人は、ぜひこの後見てください。そうですね。はい、ともかく面白いから。プロゲーマーになりてえな、インスタグラマーになりてえな、YouTuber になりてえなの3本だけ見て。そしたらもう、大笑いできるから。飯田さん、これはごめんなさい。さっき僕聞き逃したかもしれないですけど、うん、この YouTuber どうやって知ったんですか？いや、僕たまたまなんかで、あれなんだろうと思って YouTube の中に入ってて、おすすめの中に。で、1本見たら、すごいと思って、中山浩太チャンネルに飛んで探したの。うん、じゃあ、それで見てるイラさんの情報を Google は見て、またなんか進めてくるかもしれないですね。そうだね。当たるか分かんないけど。うん。いや、でもいや、さすがだよね、お笑い芸人って。うん。だからさっきのやつもそうなんだけど、この外力チャンネルも、中山浩太さんのも、単独なんです。確かに。一人で作って、一人でやってるっていうのがいいんだよね。そうか。ある角度を作って。じゃあ、まあそういう意味では僕らもそうだし、見てる方たちもそうですけど、うん、まあ一人もしくは本当に最小の人数、うん、そう。で、大きな組織に属さずに面白いと思ったらもうどんどんやってって、うん、まあもちろん全部ね、当たるわけじゃないかもしれないけど、うん、そんなに資産がなく、資金がなくてもできることいっぱいありそうですね、クリーン。うん、全然お金かかってないよ、外力チャンネルも中山浩太のやつも。うん、だから素晴らしいよね、そういう意味では。うん、だから本当にあの、YouTube の特性が出てない？さっき言ったよね。うん、映画はお金が贅沢にかかっていて、脚本が良くて、はい、で、エンタメ性もあった上で人間は何かって教えてくれるぐらいのものが見たい。うん、ショーシャンクだったり、フォ、うん、レストガンプだったり。うん、ただ、YouTube は全く逆なんだよね。そうですね。お金全然かかってなくていい。うん、でも、うん、面白い個人がいて、うん、素晴らしい社会に対する切り込む角度がある。そのエッジさえあれば勝てるので、うんうん、そういう意味ではやっぱこういうね、まあ、はっきり言って、友達同士でワイワイやってる、ギャハギャハ言いながら、飯食うだけの YouTube とかたくさんあるけど、はい、うん、やっぱちょっとなんか表現してほしいよね。うん、確かにそれは思いますね。うん、ということで、はい、来週もまた楽しみにしていてください。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。